第43回スーパーボールは2009年2月1日にアメリカ合衆国フロリダ州タンパのレーモンド・ジェームス・スタジアムで開催されたアメリカンフットボールの試合2008年シーズンの NFL 優勝をかけて AFC 王者ピッツバーグ・スティーラーズと NFC 王者アリゾナ・カージュナルスが対戦した接戦の末スティーラーズが27から23でカージナルスを下し 3年ぶり6回目の優勝を果たした。スティーラーズのマイク・トムリンは史上最年少の36歳でスーパーボール優勝ヘッドコーチとなった。2005年5月25日に開催地が最終4候補都市の中からフロリダ州タンパに決定した。他の最終候補はジョージア州アトランタ、テキサス州ヒューストン、フロリダ州マイアミだった。スーパーボールが タンパで開催されるのは4回目。レーモンド・ジェームス・スタジアムでの開催は、トレント・ディルファー、レイ・ルイス、ケリー・コリンズ、マイケル・ストレイハンといった選手が出場した第35回大会以来、8年ぶり2度目であった。は、勝利したチーム・スティーラーズは2006年シーズン、終了後、15シーズン指揮をとっていた、ヘッドコーチのビル・カウアーが、 通算149勝90敗1分、プレイオフ12勝9敗の成績を残し優待した。オフェンスコーディネーターのケン・ウィゼンハントか、アシスタントヘッドコーチのラスグリムが公認として有力視されていたが、結局ミネソタ・バイキングスのディフェンスコーディネーターであったマイク・トムリンが、スティーラーズのヘッドコーチに就任した。ウィゼンハントは1947年以来優勝から、 遠ざかっている、アリゾナカージナルスのヘッドコーチに就任、グリムもカージナルスのアシスタントヘッドコーチとなった。QB ・ワーナー WR、フィッツジェラルド・ウィゼンハントヘッドコーチが就任して、最初のシーズン、2007年は8勝8敗で終えた。2008年は9勝7敗の成績だったが、NFC 西地区優勝を果たし、スーパーボールまで駒を進めた。 9勝7敗のチームがスーパーボールに出場するのは第14回スーパーボールのロサンゼルスラムズ以来のこと。カージナルスの成功の要因の一つとして37歳の QB カート・ワーナーの活躍が挙げられる。ワーナーは NFL のドラフトで指名されずアリーナフットボールリーグで4シーズンプレーした後セントルイスラムズの控え QB となった。そして プレシーズンゲームでエース QB のトレントグリーンが負傷してチャンスを手にするとスーパーボール出場2回シーズン MVP には2回選ばれたしかし彼は2002年に負傷してマーク・バルジャーに先発 QB の座を奪われてニューヨーク・ジャイアンツに移籍した2004年のドラフト1巡目でイーライ・マニングが入団するとまたしても先発の座を失い2005年に カージナルスに入団したが怪我のため3度、先発 QB の座を失った。2006年のドラフト1巡目でカージナルスは、ハイズマン賞受賞 QB のマット・ライナートを獲得。2006年シーズン、ワーナーの出場機会は大きく減った。2007年ライナートが負傷して、先発の座に返り咲いたワーナーは27タッチダウンを、 上げビ b レーティング89.7の数字を残した。2008年に、ワーナーは、自己ベストの4583ヤードを獲得、30タッチダウンを上げてインターセプトはわずか14回で、ビ b レーティングは、NFC トップの96.9となった。ラリー・フィッツ・ジェラルド、アンクアン・ボールディン、スティーブ・ブレストンの3人が、レシーブで1000ヤード以上を上げている。 同一チームから1000ヤード以上レシーブした選手が3人、出たのは史上5回目のことである。ランではベテランのエジャリン・ジェームスがチームトップの514ヤード、ルーキーのティム・ハイタワーが399ヤード、10タッチダウン、レシーブでも34キャッチで237ヤードを獲得した。カージナルスのオフェンスはリーグ4位の1試合平均365.8ヤードを 獲得、リーグ3位の422得点を挙げた。一方ディフェンスは、リーグ28位の失点を、相手チームに許した。ディフェンスラインマンのバートランドベリーは5サック、2ファンブルフォース、ラインバッカーのカルロス・ダンス B は4サック、2インターセプト、2ファンブルフォース、チームトップの119タックル、ルーキーのコーナーバック、トミニ・クロジャース・クロマティが チームトップの4位インターセプト、プロボール選出セーフティのエイドリアン・ウィルソンは、チーム4位の75タックルを挙げた。q b ロスリスバーガー WR、ウォードトムリンヘッドコーチは、就任1年目の2007年シーズンを10勝6敗で、終えると、2008年は、AFC 第2シードとなる12勝4敗の成績を、挙げて、最優秀コーチに選ばれた。 ここ8シーズンで6度目のプレイオフ出場を果たし、7回目のスーパーボール出場を目指すこととなった。スティーラーズのディフェンスは、相手チームに1試合平均13.9点、237.2ヤードしか許さず、これはいずれも NFL トップの記録となった。また、NFL2 位の51サックを、相手 QB にお見舞いした。ディフェンスラインのアーロン・スミスは6サック。 60タックル、ラインバッカーのラマーウッドリーは12サック、ディフェンスプレイヤーオブザヤーに選ばれたジェームズ・ハリソンは16サック、ジェームズ・ファリアーは4サック、チームトップの133タックルを挙げた。セカンダリーは、プロボールセーフティのトロイ・ポラマルが、自己ベストの7インターセプトを挙げた。攻撃では5年目の q b ベン・ロスリスバーガーがチームを引き、 3301ヤード、17、タッチダウン、15インターセプトの成績を残した。パスのメインターゲットであるハインズウォードは、自身5度目となる1000ヤード以上のレシーブを上げ、81、キャッチ1043ヤード、7タッチダウンの成績を上げた。他には、サントニオ・ホームズが55回のキャッチで821ヤード、 ネートワシントンが40回のキャッチで631ヤード、ヒースミラーが48回のキャッチで514ヤードを上げた、ランオフェンスでは、プロボールに2度選出されていて、3シーズン連続1200ヤード以上走っていた、ウィリー・パーカーが怪我のため2008年は11試合の、出場で791ヤード獲得にとどまった。代役を務めたメウェル・デムーアが588ヤードを走り、 レシーブでも40キャッチで320ヤードを獲得した。プレイオフに入るとパーカーは本調子となり、ディビジョナルプレイオフでは自身ポストシーズンベストの147ヤードを走りにタッチダウンを上げた。カージナルスはプレイオフでアトランタファルコンズに30から24、カロライナパンサーズに33から13。 フィラデルフィア・イーグルスに32から25勝利して、スーパーボール進出を果たした。バーナーは3試合で770ヤード獲得、8タッチダウンを上げインターセプトはわずか2回で、QB レーティングは112.1であった。WR のフィッツジェラルドは23回のキャッチで419ヤードを獲得し、ジェリー・ライスのポストシーズン記録を更新、5タッチダウンを上げた。 リーグ28位だったディフェンスも3試合で12、ターンオーバーを奪い、パンサーズとの試合では、プロボール選出 QB のジェイク・デロームから5、インターセプト、ファンブル1回でボールを奪った。またダーネル・ドケットとブライアン・ロビンソンを中心とする、ラン守備は、NFL2 位のランオフェンスのファルコンズを60ヤード、NFL3 位のパンサーズを75ヤードに抑えた。スティーーズは、 サンディエゴチャージャーズに35から24、オフェンスは342ヤードを獲得し、ターンオーバーでボールを失うことなく、36分30秒、ボールコントロールを行い、マイクウォータータッチダウンを上げ、ボルチモア・レイブンズ戦では23から14、相手オフェンスを198ヤードに抑え、上フラッコから3インターセプトを奪うなど、5回のターンオーバーを奪った。 1>, 1月26日月曜に両チームが単敗離した。NFL はスーパーボールのゲーム中の警備体制がアメリカ中で最も安全であることをアナウンスした。ラスベガスのブックメーカーはスティーラーズ6.5点有利のオスを示した。主な要素は両チームのディフェンス力、AFC と NFC のレベル差があると見られることによる。ホームチームとなったカージナルスが 赤色のジャージ、スティーラーズが白のジャージでプレーすることが決まった。この両チームは、選手が不足した第二次世界大戦中の1944年には、カードピットという一つのチームとなっていた。スティーラーズは、スーパーボール史上単独最多となる6回目の優勝を、カージナルスは1947年以来の優勝を目指した。AFL 創設や、 ダラスカウボーイズなどのエクスパーニションチームが誕生した1960年よりも前に創立された2チームがスーパーボールで対戦するのは第14回のスティーラーズ対ロサンゼルスラムズ第41回のインディアナポリスコルツ対シカゴベアーズに次いで今回が史上3度目であるまた両チームの先発クォーターバックが2人とも過去に スーパーボール制覇を果たした経験を持つというのは、第18回以来のことである。試合開始前のレイモンド・ジェームス・スタジアムの様子、スティーラーズは、最初のドライブで、ベン・ロスリス・バーガーからハインズ・ウォードへの38ヤードのパス、ヒース・ミラーへの21ヤードのパスなどで、敵陣1ヤードまで前進。 サードダウンでロスリスバーガーのスクランブルで TD を上げたかに見えたがチャレンジが行われた結果、ゴールライン寸前でダウンしていると判定され、ジェフリードの18ヤード FG で3から0と先制した。カージナルスの攻撃はバントに終わり、スティーラーズはロスリスバーガーがサントニオ・ホームズへ25ヤードのパス、ミラーへ26ヤードのパス、などで前進。 最後は控え RB のゲイリー・ラッセルが1ヤードの TD で10から0とリードした。最初の2回のドライブで得点を上げたのは第32回スーパーボールでのデンバーブロンコス以来であった。この時点でスティーラーズの攻撃陣が135ヤードを獲得したのに対してカージナルスはファーストダウンを1回しか獲得できなかった。第2級カージナルスはカートワーナーから アンクアン・ボールディンへの45ヤードのパスなどで、敵陣1ヤードまで前進、タイトエンドのベンパトリックへの1ヤードの TD パスで、10から7と点差を詰めた。お互いの攻撃がバントとなった後、ロスリスバーガーは、前半残り2分46秒、カルロス・ダンス・ビーに、自陣34ヤード地点でインターセプトされボールを、失った。7プレー後、前半残り18秒、 カージナルスは敵陣1ヤードまで前進したが、ここでワーナーのパスをジェームズ・ハリソンがエンドゾーン内でインターセプト100ヤードをリターン TD 前半を17から7でスティーラーズがリードして折り返した。第3球にスティーラーズは8分39秒をかけて14プレー79ヤードのドライブで FG を上げて20から7とリードを広げた。 カージナルスは、ノーハドルオフェンスで3分57秒で8プレー、87ヤード、ラリー・フィッツ・ジェラルドへの1ヤードの TD パスを、成功させ、残り時間7分33秒で20から14と6点差に、迫った。ベングレアムのパントで、自陣1ヤードからの攻撃を強いられたスティーラーズは、サードダウン10ヤードから20ヤードのパスをホームズに、通したかに見えたが、 センターのジャスティン・ハート・オイグが、エンドゾーン内で、ホールディングの反則を犯しセーフティー、20から16となった。カージナルスはさらにワーナーからフィッツ・ジェラルドへの64ヤードの、TD パスを決めて23から20と逆転した。スティーラーズは残り2分37秒、タイムアウトを2つ残して、自陣22ヤードから攻撃を開始した。最初のプレイで、 ホールディングの反則を取られ10ヤード罰対大したが、ホームズへのパスを2本通して27ヤード前進、ネートワシントンへの11ヤードのパス、ロスリスバーガーの4ヤードランの後、ホームズへ40ヤードのパスを通して、敵陣6ヤードまで前進した。2プレイ後、エンドゾーン右奥ギリギリで、ホームズが、TD パスを、キャッチ、27から23とスティーラーズが残り35秒で、 逆転を果たした。第43回スーパーボール最後のプレー続く、キックオフで、ワーナーはフィッツジェラルドへの20ヤードのパス、JJ アーリントンへ13ヤードのパスを通して基人44ヤードまで、前進した。残り15秒で、ワーナーは、ヘールメアリーパスを投げようとしたが、ラマーウッドリーがワーナーをサックして、ファンブルを誘い、ブレッドキーゼルがこれをリカバーした。最後は、 ロスリスバーガーが2ダウンし、スティーラーズが勝利した。サントニオ・ホームズは9回のキャッチで131ヤードを獲得、1TD を上げた。一方、カージナルスでは、ワーナーはパス43回中31回成功、377ヤード、3TD、1INT、フィッツジェラルドがレシーブ7回で127ヤード、2TD を上げた。 ジェニファー・ハドソンによる国家独唱愛国家アメリカ・ザ・ビューティフルはフェイス・ヒルがアメリカ国家正常期はアカデミー女演女優賞受賞者のジェニファー・ハドソンがそれぞれ独唱したハドソンは2008年10月に母、兄、老いを殺害されて以来初の公的な場への登場となったハーフタイム賞は ブルース・スプリングスティーンが担当し、いてついた10番内、新曲、ワーキング・オン・アドリームを熱唱した。前回のハーフタイム賞に引き続き、ブリジストンがスポンサーとなった。また過去のスーパーボール優勝チームからの元選手たちが、登場し、第13回優勝のリンス・ワン、第23回優勝のロジャー・クレイグ、第33回優勝のジョン・エルウェイにより、コイントスが行われた。 前年には、ビル・ウォルシュの息子、ロニー・ロット、ジェリー・ライス、スティーブ・ヤングが登場しており、今回のクレーグで、サンフランシスコ・フォーティナイナーズ関係者が2年連続の出演となった。ビンス・ロンバルディ・トロフィーの授与は、第3回優勝、第28回で、コイントスを行っているジョーネ・マスが言った。全米テレビ中継は NBC が、第32回以来11年ぶりに担当した。 2009年2月17日の地上デジタル放送完全にコー前最後のスーパーボール中継となる。実況はアルマイケルズ、解説はジョン・マッデン、NBC のスタジオ解説者はマット・ミレンが言った。マッデンは過去に CBS、FOX、ABC でも解説に起用されたことがあり、4大ネットワークすべてでスーパーボール解説を行う初の人物となった。 アリゾナ州ソ村では、カージナルスのラリー・フィッツ・ジェラルドが第4クォーターに64ヤードタッチダウンを決めた後、約30秒間にわたって、ポルノ映像が流れる放送事故があった。映像が流れたのは、地元テレビ局クボア TV が配信し、コムキャストケーブルなどで受信している地域で、コムキャストは、調査の結果、誰かが悪意を持っていったようだと述べた。また、 スーパーボールの CM では前半終了後に映画モンスター・ブィエス・エイリアンの 3D 予告編 CM が放映された。全米視聴率は42.0%で平均視聴者数は約9870万人であった。視聴率調査会社のニールセンは当初は平均視聴者数を約9540万人と発表していたが、後に 情報を修正しており、結果として、今回のスーパーボールは、前年の約9750万人を上回る、大会史上最高の視聴者数を獲得したこととなった。この放送は2010年4月26日に、発表された第31回スポーツエミュー賞において、最優秀中継特別番組賞を受賞した。昨年同様、NHK 衛星第一で、 生中継、日本テレビで同日録画、日テレ G、ガオラでも放送された。2016年2月の第50回スーパーボール開催を目前に控えた時期、複数のメディアが過去49回のスーパーボール、すべてを名称部順に並べたランキングを発表した。そのうち、ワシントンポストのジェレミー・ゴッドリーブは、この第43回を、 スーパーボール史上最高の名勝負に選んだ。他のメディアでは、スポーツイラストレーテッドのドンバンクスと、USA トゥデイのネート・デイビスと、ニューヨーク・デイリー・ニューズのゲリー・マイヤーズが、それぞれ第4位、ニューヨーク・ポストのスティーブ・サービーとヒューストン・クロニクルのグレッグ・レイ・ジャインと、サンディエゴ・ユニオン・イコール・トリビューンのエディ・ブ・ラウンが、それぞれ、第5位、ESPN のジョン・クレイトンが、第10位。 ニュースデーのニールベストが第14位という順位をつけている。ありがとうございます。